乙部割り涼介っす。あー久しぶりやね。ということで1ヶ月ぶりぐらいの更新になり、楽しみにしてくれてたみんなごめんなさい。このね8月7月はちょっといろんなね新しいことへの、ちょっと会社としてのね新しいサービスの準備とか、あと体むっちゃ鍛えてたりとかね、あのいろんなことをやってました。でまだねあの旅はもうもちろん人生かけてやっていくんで、今回またね新しいところに食べに行こうかなということで、今回のパートナーもケイちゃんです。行ってきます。はい、今回はどこに行くかというと、なんと3年ぶりに韓国に行ってきたいと思います。はい、ソウルね、まあ、日本からね一番近い国ということで、まあ、これまでね、まあ、なかなか韓国に行きづらかった時期があったんやけど、まあ、ようやくちょっと行きやすくなったということで、そんな韓国の様子をね今回はどんな感じなのかというのをね含めてご紹介できたらなと思うので、まず今日第1弾は、韓国への道のりということで、どうやって韓国に行くのかをご紹介できたらなと思うので、今日の動画もお楽しみに。それじゃあ早速レッツゴー。いやーなんか2ヶ月ぶり違うわ、ん2ヶ月ぶりの海外ってことで、もう俺からしたら2ヶ月ぶりって久しぶりすぎて、国際線がどんな感じになっちゃうのか、盛り上がってる可能性があるけど、すごい結構人増えちゃう感じするな。今回俺らが、乗るのはエアプサンということで、エアプサンに行きます。なんか活気が前より全然あるな。結構増えとるねやっぱね。こっちのね後ろは相変わらず、こっち側はね全く使われてないんやけど、逆側もめっちゃ暗かったんやけど、すげえ明るくなってる。おお、タイ航空とかやっぱアジア系の便がね、あとベトナム系だな、やっぱアジア系の便数めっちゃ増えてる感じする。あとは俺らがチェックインするのはここ、結構韓国行きソウル行き人が多いね。結構並んじゃうね。ちなみに今回この韓国行きがサムネにもなっちゃうと思うけど、一人で片道なんと1万円もしないというぐらい安いです。確かね9800円ぐらいだったと思う片道ね。で関空の方が今多分安いよね、多分俺らが取った時やったらね。ってことは往復で2万円しないぐらいって感じで、今回ね、ケイちゃんと2人で行くんで、2人で4万円もしないぐらいの感じで、さらにそこにはね荷物ももちろん入ってるんで15キロまで OK という感じ。チェックイン完了。はい、エアプサン、エアプサンは事前にね予約しとかないと、まあ有料制で機内食が出るという感じなんで、まあ、いわゆる何もしなくても機内食が出る感じではないと。予約とか全然表示がなかったんで見逃してしまって、なんと機内食予約できなかった、忘れてしまった。まだねこの関空の中も閉まってはいるよね。ユニクロさえ閉めとんやな。なんといつもね俺ここでこの町屋小道っていうかな、ここ結構ねいろんなお店があったんやけど、スキヤとかね、スタバとかそういうのがあったんやけど、改修のも含めてね今全部閉まってしまってるらしいよ。うわあ、関空申し訳ないけど何もない何もない感じになってしまった。唯一あるのはマックとドトールとローソンとサンマルクとかそういう系しかないな。いつもスキヤとか行く前にお世話になってたのにな、寂しいな。昼ご飯難民かもしれん、機内食がないという。ちょっと旅行慣れすぎてなめちょったな。機内食無理、スキヤもない、コンビニ、コンビニはな最近ちょっと体のことをすごいケアしてるんでっていう感じで、もう一つねちょっとかなり歩くんやけど、ちょっと逆転の方法があるかもしれんから、ちょっとそれを買うかもしれん。
無事中に来た。出国しました。ちょっとじゃあゲートに行こうかな。はい、ということで落ち着いた。韓国入国を整理すると何が必要かというと、当然のようにパスポート、それから、PCR 検査、陰性証明書ね。とあとはね、韓国はもともといらんかったんやけど、今は観光ビザ、これが必要なんよね。これがかなり厄介で、今のとこね、発行にやっぱ1ヶ月ぐらいかかるんですね。ただ、今はねかなり特例の時期で、8月だけらしいんやけど、韓国のね、観光促進の施策として8月中は今のとこね、さっき見せたこの観光ビザの、が取得不要みたいな感じで、その代わりなんか72時間以内に、なんかウェブ上でね登録してこの観光ビザの代わりになるものが発行できるということで、それはね8月中だけという状況に今なっているということで、ただ都度ねやっぱルールが変わるんで、それはやっぱコロナの、今の時期のね大変さなんでね。と、入国する際に Q コードっていうのが必要で、それがねまたウェブ上でこう情報を打つと、こういう風に入国の情報とあとは QR コードが発行されると。でこれがあればスムーズに入国ができるという感じだよね。だからまだまだねちょっとやることいろいろ多くて、個人で行く方はねだいぶちょっとハードルが高かったりね難しかったりするかもしれないけど、でもまあ全然いけるという感じです。で今回はちょっと機内食は食べれないということで、ちょっと事前に買っちゃいました。ご飯を、なんとじゃじゃん、中ウがありました。今体を鍛えてる関係でね、タンパク質をと炭水化物を積極的に摂取して脂質をなるべくカットするということで、漬けマグロ丼。今回韓国やからね、そんなに日本食は恋しくならんと思うけど、飯もうまいし、やっぱり日本らしいものを食っとかんとね。出国前に元気いただきます。うまっ。結構ね質問でもらうんやけど、航空券ね安く探したい人はスカイスキャナーっていうねサイトっていうかサービスがあるんで、それで探してもらえるとめちゃくちゃ格安の航空券がね比較して出てくるんで、それで毎回俺は取ってます。ただねこのビザの取得代自体は0円やったんやけど、今ね領事館で取らないといけないけど、結局個人で行けるほど混みまくってて、個人じゃ全然受け付けてくれなくて、で代理申請をする必要があって俺らがやった時はね。そうするとね、その代理申請で1万5000円分ぐらいかかったんで、それが結構大変やったね。なんか余分にやっぱり予算はかかってしまうなっていう感じはある、正直。ごちそうさまでした。いらっしゃいませ。搭乗券すいません、はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、搭乗券お願いします。こんにちは、こんにちは、こんにちは、エアープさんから、こちらです。来ました。見て、結構古めですね、機材自体は。で、見ての通りモニターもないし、なんかねこのシートの感じもちょっと歴史を感じるよ。スペース的にはね、本当に国内線でいうとピーチみたいな LCC 系の本当に感じはする。横幅はね、シートの横幅は結構広いんやけど、この前方との距離が結構狭いかなっていう感じかな。ただね、CA さんとかね、すごいみんな笑顔で、韓国のねエアラインってすごいホスピタリティが
高いってよく聞くからね。すごい、あと綺麗な方がねめちゃくちゃ多い感じだな。シゲさん事前に頼めば機内食は出たよね。これが、あ、すごい、お酒いろいろあるやん。ヌードル、ヌードル500円。良心的やな。カッパエビセン200円、エール600円。どう高いよ。そんなもんか。まあ機内やからね、有料やと大体5、600円は、まあ、安くてもするかなって感じ。ブラックコーヒー200円、まあ、コーラも200円だよね。ソフトドリンク系は結構安いかな。で結構ね、あの乗客の方もまあまあ多くて、で、まあ、結構やっぱりあの韓国語もねたくさん聞こえてくるんで、韓国の方もめっちゃ多いんかなっていう。半分以上は多分韓国の方なんかなっていう。で今日は110名ぐらいね乗客の方がいるっていうことで、まあ、半分以上はお客様埋まってるって感じ。ただ俺らの席は多分3列3列なんやけど、まあ一組一組ずつぐらいがこう並んでる感じやね。でやっぱりねこの関空から韓国に行くの何がいいかっていうと、もうねフライト時間が2時間しかないから、12時半に俺ら出るんやけど、もう14時半にはソウルに着くっていう。めちゃくちゃ近い。ぶっちゃけめちゃくちゃ俺が出張で一丁あの沖縄とかよりも全然近いのよね。まあ、それがねこの東京とかから行くよりもまあいいところであり、まあ距離が短い分まあ安いんかなっていう。福岡とかから行くと確か1時間ぐらいなんやないかな。まあでも落ち着いた感じで、人もそんなにむちゃくちゃ混んでるわけではないから、まあ、ゆったりできるかな。こうやってあっちの方一人しかおらんし。いや今回はね韓国でもほんといろんなものを取ってくるんで、楽しみにしとってもらったらなと。あとねうちのこのバケットリストのこのアパレルもね、新作たくさん出てるんで、この T シャツもそうやし、あと帽子とかもね新しいのも出たりするんで、ぜひ概要欄のショップも見てみてね。申告書と健康状態とあと入国申告書っていうのを書くと。めっちゃ早く着いた。なんと1時間半のフライトで到着。めちゃくちゃ近いなやっぱソウルは。まあ、ここからやからね、国によってはコロナ関係のチェックで時間がかかるんで入国まで。ここからがどんな感じかはまた後ほど説明するんでお楽しみ。近い、ね、声が聞こえんかなっていう。近いなこれ。これテレビで見ちゃう人とかうざすぎるよねこの顔。顔半分、頬半分。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょい涼しいぞ。とりあえずエアアップさんの、CA さんはめちゃくちゃ丁寧な素晴らしい方たちでした。笑顔満点でした。ありがとうございました。Qコードをまず見せて通っていくと。この列待ちって感じかな。とりあえず Q コードを出して、なんかパスポートにこんな印もらった。これでもうあと入国だけなんかな。そしたらめっちゃ早いけど、待ったの5分も待ってない感じ。空港間を走る電車ですな。これに乗って別のターミナルへ移動かな。やっぱねこのインチョン空港、ソウルのこの空港綺麗なよね。羽田っぽい感じ。インチョン空港はねこの世界の空港ランキングでもめちゃ上位ぐらいの、すごいなんか設備が整ってるらしいんでね。早っ。
もう出てきた。まあ、普通に空港がでかいんであれやけど、降りて10分15分で完了した。早っ。で、今ちょっとね荷物待ちということで、入国してからの案内書面いろいろ読んだんやけど、英語でしかなくて、一番大事なのは今韓国ね到着してからなんと1日以内にこの韓国で PCR を受けないといけなくて、その PCR の結果をまた提出しないといけないよね。このインチョン空港、この空港か、あとは、ホテル近くの、まあ、メディカルでも受けられますせみたいな感じになっていて、で原則PCR をね受けて、一応結果が出るまでは、ホテルの方で隔離みたいな感じになるということかな。で俺らはこれからもうね着いた瞬間、また PCR を今からインチョン空港で受けに行くん でその結果が出次第ね一応外に出れるという感じだね。これだ、出てきた。ソウル到着。到着早々やけど、まずはさっき言った PCR を受けようかなと。いやーでも気温的にはねむちゃくちゃいい、27度、めちゃくちゃ過ごしやすい、湿気ない、まあ、日本でいうと北海道ぐらいの感じの緯度なんでね、まあ、涼しいよな。めちゃくちゃ並んでる。スーパー流れ作業 PCR 終わった、まあ、かなりね結果は早く出るということで、あとはまあとりあえずホテルに向かうだけということで、ちなみに PCR 代は1万円でした。すごいな、ここ空港と市内つなげる電車に行きます。ソウル駅まで500円ぐらい。カードを発行中です。ことができます。Please wear a mask. Please wear a mask. おお。よいしょ、久しぶりの韓国電車やな。綺麗です。シートは固め。なんとですね、さっき画像を見せた通り、もうね PCR の結果がまさかの1時間半で出たっていうところで、両名とも無事ネガティブでした。これで心置きなく外に出てもう遊べると。めっちゃ早い。ちなみにホテルはねソウルの中心地だったミョンドンの近くなんやけど、空港から1時間弱かかるからめっちゃ遠いからね。地下鉄すんごい人なんやけど、韓国地下鉄にぎわっております。マジで完全にイカゲームしか頭に入ってこんないけど、すごいなやっぱネットリックスの影響は。すごいな。今回泊まるホテルはこちら、ホテルスカイパークセントラル。おお。着いたー。やっぱり空港から遠い。まあでも無事、PCR も結果も出たし、何よりも安全に来れたんで最高。結局ね整理をすると、航空券代が片道9000円やけど、ビザを取らなきゃいけなかった、それが1万5000円、そして PCR 検査現地のが1万円、そして日本でも結局 PCR 検査を受けないといけないんで、まあ1万弱ぐらいかかるってことで、まあ、ビザの代行とかさえなければ、まあ、安く来れるんかなっていう感じやね。はい、というのが、最新の8月17日時点の、日本から韓国へ来る道のりということになりました。ぜひね、韓国の旅を考えている人は参考にしてみてください。ここからねめちゃくちゃ面白い韓国の内容をたくさん上げていくんで、
本当に楽しみにしとってもらえたらなと思います。概要欄にね、俺たちのアパレル新作もたくさん出てるし、あとは沖縄とかでもいろんなアクティビティやってるので、ぜひ概要欄見てください。あとイベントもね、10月にやる予定なんでお楽しみに。それでは今日も動画見てくれてありがとう。 See ya! バイバーイ。